酒、タバコ、ジャンクフード、ポルノ、SNS、スマホ、ネットフリックス、こういった高刺激なものであふれかえってる今この世の中で成功する唯一の方法、文句モード。今日はこの文句モードについて詳しく喋っていきたいと思う。この文句モードは別に俺が適当に作り出したものなんじゃなくて、海外でめちゃくちゃ話題になってて、たくさんの人がこの ライフスタイルを取り入れることによって成功してきた。で、俺も今、ちょうど6ヶ月ぐらい、このライフスタイルを続けてる。で、このライフスタイルを取り入れたことによって、俺はめちゃくちゃ高い集中力、自己規律、生産性、整ったメンタルヘルス、これらのものを得ることができました。で、これらのものを得ることによって、自分の夢目標にめちゃくちゃいい効果が出てる。で、もし俺はこの文句モードを取り入れてなかったら、多分、 今ほど自分の夢目標に打ち込めてなかったと思うだから今回はこの文句モードについて詳しくどうやってやるのかどういうふうに自分のライフスタイルに取り入れるのか喋っていきたいと思うまず文句モードとは何かこれ簡単に言うと自分の夢目標を達成するために余計なことを排除するそしていくつか必要不可欠な習慣を取り入れる、まあ、簡単に言うとそういう感じ まあ過去に俺が何度か動画で上げてるドーパミンデトックス、まあ、そのライフスタイルに近いものでどういう時にこのライフスタイルを取り入れるかっていうとさっきも言ったけど大きな目標があってそれに向かってる時何かに対して高い生産性自己規律集中力それを必要としてる時わ分かりやすい例で例えると受験を控えてる受験生みたいな感じ受験生って一つの目標に対してもう他のもの全部犠牲にしてやるじゃん 一日のの大半の時間を勉強に継ぎ込むじゃんまあイメージとしてはそういうライフスタイルですでなんで俺がこのライフスタイルを取り入れるようになったかっていうと夢目標に対して頑張ることがめちゃくちゃ難しく感じてたから前までの俺は夢目標持ってたけど100%の力をつぎ込めてなかったやるべきことを実際にやることができてなかった反対にやるべきことを無視してやるべきでないことを何度も何度も繰り返してやってしまってた 目標はでかいのに大した努力ができてないもうずーっとこの状況が続いててどうにかしたいと思ってたそんな中このドーパミンデトックス文句モードこういったライフスタイルに出会ったことで大きく成長することができたまさにこれが自分に必要なんだって実感しただからもしみんなも頑張りたいことがあるけど頑張れてないでかい夢目標があってそれを達成したいもっと集中力が欲しいもっと自己規律が欲しいもっと生産性を高めたいそういうふうに思ってるんだったら ぜひ今から俺が話す方法で自分のライフスタイルに取り入れていってほしい文句モードを始める上でまずみんなにやってほしいことそれは目標を一つか二つに絞るってこと二つ以上にしちゃダメ二つ以上にするとやることが多くなりすぎて文句モードやってる意味がなくなってしまう集中力がなくなってしまう生産性が落ちてしまう効率が悪くなってしまうまず守ってほしいことは目標を一つか二つにすること これは絞れれば絞れるほど高い効果を発揮する。ちなみに俺は二つに絞ってる。一つがビジネス。もう一つがフィットネス。だからこれはみんなもう優先順位で決めてください。今一番達成したいことは何か。その次に達成したいことは何か。で、三つ目以降はもう切り捨てるっていうイメージで考えてください。で、その目標が決まったら紙に書き出して頭に染み込ませてください。ちなみに俺は毎日毎日 目標を紙に書き出してるそしてそれを毎回読んで頭に染み込ませてるまずやるべきことはそれね目標を決めて紙に書き出す頭に染み込ませるでここからは文句モードの7つのルールについて喋っていく最初の4つはやってはいけないこと最後の3つはやらなきゃいけないこと多分この7つのことを一気に全部頭の中で暗記するのは厳しいから しっかり今から俺が言うことはノートに書き取って自分のライフスタイルに落とし込めるように準備してくださいで最初の4つのやってはいけないことこれに関してはコンセプトは高刺激ななものを取り省くっていうことんでかっていうと脳みそが高刺激なものに慣れて低刺激なものを拒否するようになるから現代人の集中力生産性 自己規律が著しく低い理由は全部ここにあります。高刺激なもので頭が汚染されてるから。で多分みんなもやるべきことはできてない理由、それは高刺激なもので汚染されてて、低刺激なものを脳みそが嫌っちゃってるから。つまんなく感じちゃうから。勉強つまんない。ビジネスつまんない。努力つまんない。そういうふうに脳みそが設定されちゃってるから。だからこれから話すこの4つのやってはいけないこと、これは。 もう高刺激なものを取り省くっていうのが理由。ってことでやってはいけないことを4つ紹介していきます。1つ目。アルコール、ニコチン、その他薬物の摂取。完全に禁止です。ちょっとくらいいいじゃんとかじゃない。もう完全に禁止。めちゃくちゃ高刺激です。アルコールだってニコチンだったり、まあカフェインも取りすぎあんま良くないよね。まあその他、海外にいる人だったら薬物。マジで高刺激。で、それやってるうちは、自分のやるべきことには打ち込めないから。 完全に排除してください。言い訳、もう、いろんなし。完全に排除。酒飲んでるうちは、できません。ビジネス。勉強。やるべきことできません。自己規律持てません。集中力続きません。ね、その他の薬物も全部一緒。集中力のスパンがめちゃくちゃ短くなる。そして自己規律がめちゃくちゃ弱くなる。二つ目。体の毒となる食べ物。ジャンクフード。ジュース。禁止です。でこれも理論は一緒。 高刺激なんだよね。それらのものを食べたり飲んだりすると、ドーパミンがドバドバ出て、もう体が満足しちゃうわけよ。脳みそが満足しちゃうわけよ。で、この満足しちゃってる状態だと、頑張れないから。人間頑張れません。満足してる状態だと。だから食事はなるべくクリーンに、健康的な刺激の低いものを食べてください。で、特にみんなに気をつけてほしいのは、ジュースね。オレンジジュースとかアップルジュースとか、体にいいじゃんとか思うかもしんないけど、あれ体に悪いです。砂糖まみれです。 そういったフルーーツジュースも禁止それが2つ目のルール3つ目スマホの使用制限ほ、まあ、本当あったら完全にスマホはやめた方がめちゃくちゃいいんだけど、まあ、多分厳しいと思うだから完全にスマホの使用時間をゼロにしろとは言えないだけどできる限り使用時間は減らした方がいい特にスマホで余計なものを見る傾向にある人ね TikTok とかインスタとか SNS YouTube もそうだよ。本当に気をつけた方がいい。スマホの使用制限。これが何よりも難しいと思う。他のどの悪習慣を取り省くことよりも難しいと思う。なんでかっていうと、言い訳が作れちゃうから。俺自身もこの言い訳を作ったことで、何日も無駄にしてきた。この文句モードっていうライフスタイルを取り入れてる期間もだよ。なるべく使わないようにしてるけど、やっぱり言い訳が簡単に作れちゃうから。ああ、でもチェックしないと。ああ、でもこれ見ないと。ああ、これ見ないと。これやらないと。 その一つの言い訳から少しずつ少しずつ意志力が弱くなっていって気づいたら YouTube で何時間も余計な動画を見てしまう意味のないことをしてしまうで経験済みだけどこれやってるうちは集中力めちゃくちゃ下がりますやるべきことできません実際に俺もそのせいで何日か無駄にしてきたこの文句モードをやってる期間も他の習慣は全部守れてたけどこのスマホの使用制限っていう習慣だけは俺も完璧にはできなかった普通にめちゃくちゃ難しい今でも難しいか 今でも難しく感じてる。みんなにやってほしいことは、まず通知を全部オフにすること。で、やるべきことが終わるまでは携帯を一切触らないってこと。これ俺がやってること。今この動画を撮って、編集して、アップロードするまでもそうなんだけど、俺は一切携帯を触らない。今日のやるべきこのノルマ。これを達成するまでは携帯一切触らない。他の人から連絡来たらどうすんのとか、電話来たらどうすんのどうでもいい。 うん、そんなん気にして通知オンにしてその通知によって毎回毎回気が散ってたら元も子もないからうんでそんな緊急事態なんて1年に何回起きる過去5年間で何回起きた俺は思い出せないんだよね一度も思い出せないんだよねその,その5年間に1回か2回起きるか起きないかの緊急事態のために自分の生産性と自己規律を犠牲にするのは俺は正直頭が悪いと思うだから 完全に無視するで、携帯をチェックするのはやるべきことを終えてから。正直、携帯なんて1日に1回チェックすればいいと思う。うん、多くて2回。とにかく、俺はそういうルールを設けてます。うんまあ、通知オフは少なくともマストだと思う。で本当にどうしても、この電話番号だけは通したいっていうのがあったら、それはそれで設定できると思うから、まあ、その辺はうまく個人で調節してください。でも、スマホの使用制限、これはマストです。目安は1時間以内。 でやるべきことを終えるまでは一切使わないスマホっていう存在スマホの通知あれはめちゃくちゃお前の気を散らせるものになる本当に気をつけた方がいいマジで強調させたいこれは本当に気をつけろスマホの使用制限それが3つ目のルールやってはいけないことの4つ目のルール高刺激なアクティビティ全面禁止で高刺激なアクティビティっていうとこれはオーナーにポールの テレビゲーム、ネットフリックス、まあ、Tinder、その他、まあ、女の子と遊ぶとか、女の子とデート行くとか、女の子と LINE するとか、まあ、この辺も全部めちゃくちゃ好刺激。で理論は一緒。好刺激なものやってるうちは低刺激なことで頑張れないよって話、うん。みんなも経験あると思う。女の子からの返信待ってる時、他のことに全然集中できない。気になって気になってしょうがない。そんな状態じゃやるべきことできない。文句モードっていうライフスタイルを取り入れたいんだったら、 これらものは我慢しなきゃいけない。一回排除しなきゃいけない。特に性エネルギーの管理、めちゃくちゃ大事になってくる。俺らを突き動かす大きなエネルギーだから、これを徹底的に管理して、やるべきことにぶつけれなかったら、ね、いろんな方向に放出してたらいつまでたっても目標は達成できない。そして大きな損をしてる。だから、特にそこは気をつけてほしい。 まあそれ以外でもゲームとかネットフリックスとかまあこういう始めるとハマっちゃうようなものハマって抜け出しにくくなるようなものこれは本当に気をつけた方がいいハマるイコールそれはめちゃくちゃドーパミンを出してるからで余計なドーパミンを出しちゃうと低刺激なことからドーパミンが得られなくなっちゃうからで低刺激なことからドーパミンが得られなくなっちゃうとお前の脳みそは低刺激なことをやることに対して拒否反応を起こすからだから完全に高刺激なアクティビティ 始めるとハマってしまうようなものやめるってことまあスマホも同じだよねまあこれが4つ目のルールでこれから話す3つのルールは取り入れなきゃいけないこと取り入れることによって俺が今まで話したやってはいけないことを自己規律持ってやらないってことと高い集中力高い生産性それを最大限に引き出すことができます1つ目が7時間から8時間の睡眠 で睡眠の重要性に関してこの動画でベラベラ喋るつもりはない。睡眠はめちゃくちゃ大事。俺も7時間8時間寝た時と5時間6時間しか寝てない時、もうこれ何回も何回も実験してきた。7時間8時間寝てるとき、全然違う。生産性、集中力、もう全然違う。で、これは多分、俺だけじゃないと。まあもちろん中にはショートスリーパーの人たちもいるかもしれないけど、まあ、ほとんどの人はそうじゃないから。ちゃんと7時間8時間寝て。うん。で、本当に全然違うから。で、ちゃんと朝起きること。 これをやってないと、他のルールを守ることも難しくなるし、他のルール守ってても、そのルールを守ってることにおけるメリットを最大限に活かせてないから、ちゃんと寝ること。その次、30分以上の運動。で、運動って言うと、なんで運動する必要なの関係ないじゃんと思うかもしれないけど、運動しなきゃダメよ。俺ら人間は動く生き物だから、ね。犬と一緒よ。犬を全く散歩に行かせないでずっと家に閉じ込めてたらどうなる すぐ死ぬでしょ。それと一緒なんだよ、人間も。人間も、外出て体を動かさないと、正常に働かなくなる。ね、ストレスレベル上がる、コルチゾール上がる、ホルモンバランス崩れる、寝れなくなる、いろんな悪い症状が出てくる。絶対運動はしろ。30分、少なくとも1日。でもし本気で、その運動による効果をマックスさせたかったら、筋トレ、もしくは、まあ、その他の、心拍数を上げるような、 運動を取り入れるといい。ね、重いものを持ち上げたり、心拍数上げるようなダッシュしたり、そういう運動するとテストステロン上がるから。テストステロン上がると集中力上がるから。メンタルヘルスが整うから。マインドがポジティブになるから。まあ、めちゃくちゃいい効果があるから、まあ取り入れるってこと。運動30分以上。絶対。で、最後に。瞑想10分以上。これも本当に欠かせないと思う。俺はちなみにジャーナルも書いてる。 なんで瞑想もやって、ジャーナルも書いて、散歩もして、運動もして、こういった取り組みをしてるかっていうと、メンタルヘルスが何よりも大事だから。精神状態、心の安定、それが何よりも大事だから。脳みそが欲してるものと自分の本心が欲してるもの、それを切り分けることができるかどうか、それが何よりも大事だから。だから俺は死ぬほど、こういった心を整える習慣、瞑想だったり、ジャーナルだったり、運動だったり、まあ、睡眠もそうだよね。欠かさないでやってる。 でこれやってる人やってない日では、本当に違う。全く違う。生産性のレベル、自己規律のレベル、集中力のレベル。だから、みんなにも、ぜひやってほしい。で、多くの成功者、何か成し遂げてる人、実績ある人は、みんな瞑想を取り入れてる。で、みんな精神状態が整ってる。やるべきことに打ち込めてる。だから結果出してんだよ。だから結果が出るんだよ。うん。まあ、そこまで俺はまだ結果出してないから、俺が言ったところでそんなに信用はないかもしれないけど、 他の人もやってるから。実際に結果出してる人がやってる。だから俺もやってんだよ。で、俺も実際に効果感じてるから。まあ、参考にしてください。その他のことも全部そう。これ別に俺が独自に考えたんじゃなくて、実際に成功を収めてる人たちが言ってること。これが成功する方法なんだね。これが目標達成する方法なんだね。高刺激なもので一日の生活が汚染されてるようでは、なかなか成功はできない。だからまあ、今回この動画で話した、この7つの習慣。 そしてちゃんと目標を絞るってことこれを徹底して頑張ってほしいと思うで期間としては多分いきなり3ヶ月やるってあったら厳しいと思うだからまずは1週間から始めてみるで1週間やったらオフを取るでもう1週間やってみるとかでもしくは3ヶ月後に何か控えてる人がいるんだったらまあ3ヶ月間なるべく毎日徹底するまあそこまで自分にハードルを高くしすぎないように 失敗したから自分を責めるとかじゃなくて、俺も実際何回も何回も失敗してきたから、特にスクリーンタイムっていう部分では、失敗したんだったら、じゃあ次の日、直すために努力する。ね、意識する。ね、紙に書く。そういうことをやって、少しずつ少しずつ安定させる。で、ライフスタイル化できちゃえばもう楽だから、なくても大丈夫だから。ね、携帯も、ネットフリックスも、酒も何もかも、なくても大丈夫なんだよ。昔の人たちなかったから、ネットフリックスとか。 で携帯とか。なくても生きていけるんだよ人間って。なくてもどうにかなるんだよ。洗濯機すらなくてもどうにかなったじゃん。電子レンジとか。なくてもどうにかなるんだよ人間は。だから、俺にこれは絶対必要なんだとかじゃなくて、なくても大丈夫だから。一回、完全に排除してみてほしい。うん。そんな感じかな。まあ、参考になればと思います。てことできつい時こそ、やらなきゃいけないことやろうぜ。じゃあ。